疲れ様です。お疲れ様です。いやどうすか最近。なんかもうなんだろう、ひたすらやるべきことやってるって感じかな。あ、変な音鳴っちゃったスマホ鳴っちゃって。ひたすらやるべきことやって編集してって感じかな。なるほど。編集しかしてない。編集、うん、そうだね。あとはチームのマニュアル作ったり。なるほど。なんか集中っていうか、なんか取り組み方、俺なんか最近難しいんですよ。なんかやり始めるまでがってこと。まあ、なんて言うんだろう、やり始めるまでっていうよりかは、やってる間の集中力っていうか、はいはいはい、なんかパフォーマンスが低いっすね正直。そうだよね。いやー、まあそれはでも俺もなってる気がする。なんかオフィスに行ってやってた時とスイッチのオンオフの切り替えがね、あんまりできてない感はあるよね。うん、最近 Vlog ないじゃないですか、あんまり。てかないですよね。まあ撮れないからね。そうなんですよね。だからなんか見返すのとかきつくないですか。 Vlog は編集して確認してるのも別にあんま苦じゃないけど、チュートリアルって内容分かってて、はい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 、言葉も分かっちゃってるから確認するの結構きついっていう。俺どうなんだろうな、最初の頃はなんかなんだろうな、まず編集するのが精一杯だったから、まあ、編集して疲れて、で見返すのも結構最初序盤っていうか、なんだろう、まあやり始めてから中盤あたりまでは大変だったんだけど、なんか最近は結構めっちゃ凝ってるじゃん、チュートリアルも編集って。でなんかこう割と常に一番レベル高い編集をするっていう意識っていうか、こう自分の技術をめっちゃ高めてやってるから、なんつうんだろうな、あんまり最近はねチュートリアルの確認もそんな苦でもないんだよな。なるほど。なんか逆に言うと、そのチュートリアルの確認が苦にならないぐらいの動画を作る意識みたいな感じでやってる気がする。なるほど。だからまあ1本に対する時間もめっちゃ時間かかるけど、俺最近思ったのがさ、あのアップル系のギア紹介する人いるじゃん、日本人っていっぱいいますね。なんか iPhone SE が出たみたいなさ、はいはい、あのチャンネルあれ系でさ、なんかもうアップルみたいな世界観のさ、めっちゃおしゃれな YouTuber 日本人一人もいなくねって思ったのなんかね、いてほしい誰かしらそういう人。アップル、わかる。なんかアップルの世界観ってめちゃくちゃむずいっていうか、なんかまあ作り込まないといけないけどさ、なんていうんですか、あの洗礼感、洗礼度高いじゃないですか、めちゃくちゃ。そうだね。あんな超シンプルなのに、あんななんか魅力的なの作るって相当なんか最高峰じゃないですか、ほぼ。うん、そうだね。あれやるのは。でもさ、日本人だからとかじゃないかもだけどさ、なんつうんだろうね、もうなんかおっさんがさ、こうなんか、はい、じゃあこちら今回新しく出た、iMac の、スペックの方をね、とりあえず紹介していきますみたいな感じじゃん、結構、まあ、そういうチャンネルばっかじゃん。だからなんかそういう意味では、なんかその何、ゆうすけさんがたまにやるあのあるじゃん、 AirPods 買いましたとか、ああいう世界観で Apple 製品だけを取り扱ってるギア系の YouTuber が一人いたら、なんか数取れそうな気がするなって思うんだよね。まあどうなんですかね。どうなんだろうね、そのなんか受け手側のなんか許容量っていうか、あとそうだね、なんか見る側が知りたい
なんか情報だけ知れればいいって人が多いかもしれないけどね。なんて言うんだ、いや、なんか今のなんか日本の YouTube って、まあ海外の YouTube 俺そんな詳しくないか分かるんですけど、なんか日本の YouTube ってある程度同じようなパターンっていうか、まあなんか似たりよってるような感じじゃないですか。そうだね、テロップの入れ方とか。そうだね、うん。でそういうのばっか見てる人からすると、てかまあテレビを真似してるって感じですけどね、みんなが。いや、そうなんだよね。それな人たちがいきなりそういうかっこいい、かっこいいっていうので表現しちゃダメだと思うんですけど、まあなんかそういう感じで来た時に飲み受け入れられるのかっていう、なんか拒絶反応する説は確かにある気がしますね。まあ確かにな、結構顔も大事かもしれない、日本でそういうチャンネルやるなら。まあ確かにそうです。めっちゃ変なおっさんがそういうのやってても何にも思わないもんね、多分。まあそうですね、なんかおっさんでもおっさんでもなんかイケてるおっさん、そうイケてるおっさん、ちょっとヒゲ生やしててもかっこいいぐらいのおっさんじゃないと。そうイケてるおっさんがなんかタートルネックとか着てジョブズじゃん結構暗い感じで照明をピンで当ててみたいな。だ難しいんだよね、結局。ああいうさ、例えばオープニングとかも作んなきゃいけなくなってくる気がするから、はい、そうだよね。だそれこそだ、そうだね。だからゆうすけさんみたいな撮影能力もないといけないってことだよね。そうしないとああいうチャンネルは、そういうチャンネル作れないかもしれない。そんなにでもなんか難しいことやんなくても、まあ、ぽっぽく見えるっていうのはあ、まあそう、ぽくすればいいんだよね。なんか、うん、でもそうだね、なんか純粋に自分の今持ってる iPhone より新しいやつの方がいいのかっていうのを知りたいときに見るチャンネルっつったら、結局おじさんがやってるね、はい、まあ充電時間はこんくらいで、こんくらい動かしたらまあこっちが先に切れましたねみたいな。でもそれをそれをアップルの世界観でやった方が面白い気もするけどね。なんだ、難しいんだよな。なんか多分テロップとかあんまり入れずに情報をちゃんと伝えるって多分結構難しいっていう。だし見続けさせるのも難しいからハードルが高いっていうか、そのなんかマネタイズできないと結局続かないじゃないですか、そのそ結局ビジネスになってくるから。だからそこじゃないですか。そうだね、まあ確かにおしゃれなテキストの入れ方もあるとは思うけどね。まあそうですね、なんか、うん、どうなんだろう、なんかギズモードとかアスキーとか見てた方がはい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 、わかりやすいし、結構脳死してても確かにいいっていう。だけどなんか例えばピーター・マッキンノンがちょっとレビューとかやってても脳死で見れるかって言われたらちょっと難しいとこあるかもしれないっていう。なるほどね。ユウスケさんの動画って脳死で見るの結構きつくないですか？確かに、なんか、なんだろうな、でも、どっちなんだろう。なんか俺、この機材の性能が知りたくてユースケさんの動画見たってことあんまないかもしんない。まあそれは確かにあんまないっすね、俺も。なんかファンの方が多いもんね、きっと。どっちかっつったら、うん、感覚的に。だから多分、なんだろうな、登録者の割に多分あんまり再生回数多分多くない方だと思うんですよ。わかんないですけど。あんまり YouTube 界に詳しくないから。だからそういうのは、はいはいはい、なんかそういうところに要因があるんじゃないですか。ああ、なるほどね。コンテンツにあんまり、どうなんだろうな、わかんないな。でもなんかチュートリアルとか、ちょっと難しいな。これは断言するのはちょっと違う気がする。ただでもユウスケさんのチャンネルって特化動画には特化してるけどさ、
動画の中では特化してないじゃん。まあそうっすね。 Vlog もやるし、プレミアプロのチュートリアもやるし、機材系の紹介もやるじゃん。で多分、まあ、ゆうすけさんの Vlog が好きとか、まあ、機材紹介が好きとか、チュートリアルだけ見るっていう人もいると思うんだよね、うん、俺とか最初チュートリアルしか見てなかった気がする、一番最初、うん、もうなんか動画クリエイター何レベルで編集でやりたくて分かんないところを検索してたまたまゆうすけさんの動画が出てきてたみたいな、うん、でそっから結構なんかチュートリアル調べるたびに絶対出てきてて、でそこで Vlog とかマイヤー知ったみたいな感じかな。まあそうですね、俺もそういう感じですね。やり方、まあチュートリアルから入って、そうだからコンテンツにファンがいて、それが分散されてるからあんまり伸びにばらつきがあって、あ、ね、全体的にはあんまり高くない。そうだね、だから4タイプいるかもね、多分。ゆうすけさんのことが純粋に好きで見てる人と、まあその人はもう何の動画でも見るじゃん、多分、まあ、そうです。一番コアなファンだね。で、チュートリアルだけ見てる人と、まあ機材紹介とかを見る人と、まあ Vlog 旅系が好きっていう人はさ、絶対チュートリアルとかあんま見ないじゃんきっと、うん、そうだから大まかに分けて4タイプにばらけてる気はするよね、まず、うん、視聴者的にも。だからそれに対してだからそうだね、なんかまあアップル系の機材紹介しかしないおじさんとかはさ、もうアップル系の機材紹介しかファンがいないじゃん、うん、だから視聴者数も、あ、視聴数も多分伸びるんだろうね。そうですね、そこを獲得したら獲得した分だけ再生されるってことですか、分散されないから、ね、まあそれはどっちが正解とかは別にないと思うんですけど、うん、まあなんかそれが良さだよね、この SNSYouTube のいろんな人がいて OK だからね、正解はない。だからこっからどこまで伸びるかだよね。まあそうですね、ゆうすけさんのチャンネルなんかあんまり最近伸び緩やかになってる気しません？なんか俺のイメージだと一時期めっちゃなんかすごかったっていうか、すごい勢いで伸びましたよね。なんか6から8ぐらいのあたりはバック伸びしてたイメージがあって、なんか多分あれだよね、オフィス変えたあたりとかもさ、わかんない、なんかいつだ、いや1万めっちゃ1万超えたあたりから、まあ、一旦伸び始めて、てか俺見始めたの1万ぐらいなんですよ、はいはいはい、多分1万いくかいかないかぐらいの時で、うん、で1万いって、多分俺らが入った時ってどんぐらいでしたっけね、5万いくかいかないかぐらい、5万とかだったよ多分、そんな気がする。でなんか最初1ヶ月ぐらいはなんかちょこちょこみたいな感じ、まあ2ヶ月ぐらいいますよね。だけどそのどんぐらいだあれは、ちょっと冬半ばぐらいの時ですよね。そう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 、からなんか爆伸びし始めて、6か7ぐらいいた時に爆伸びし始めて、でなんか10目なんかとりあえず10目指そうみたいな時あったじゃないですか、この短期間の間にどこまでいけるかやってみましょうみたいな、でまあ8万9万いかないかぐらいまでしかいけなくて、そっから若干緩やかになってきてるって感じじゃないですか。で、うん、まあ、もうすぐ10万目前みたいな。まあなんかイメージ的にはまずその動画をやりたいけどわからないって人をめっちゃ集めた時期だよね、あの時期は。多分動画クリエイターになりたいって人がこうゆうすけさんのことを知ってめっちゃ登録してて、で最近は多分もうなんかその今までゆうすけさんのことを知らなかった人が、知らなくて動画クリエイターになりたい人みたいな人が多分もうほとんど今いなくなってきてるんじゃないかみたいな。あ、それはあるかもしれないですね。うん、だからこっからはなんていうの、動画をやりたいって人を新しく増やしていく
ていうところの数が多分どんどんゆうすけさんのところに来るんじゃないかなって思うんだよね。なるほど。どうなんだろうね。まあ、それで言うとちょっと話ちょっと話題変えると、なんか YouTube とか、まあ、これからの動画界的な感じ、それはなんか YouTube か、うん、まあ、関係なしになんか思い出ムービー作ったりとか、そういう全て含めて動画界だとして、はいはい、なんかどういう感じになっていってほしいとかあります？そのなんか動画人口を増やす、だからそのゆうすけさんの例えば動画、ゆうすけさんのチャンネルを増やすってこと、チャンネル登録者数を増やすってことは動画人口全体を増やさないと無理なわけじゃないですか。うん、まあ、そういうとこも観点から見ても、そのこれからの動画界どうなってほしいかみたいな構想、予想じゃなくて、なんか予想じゃなくてこういうふうになってほしいな的な、うん、理想ね。なんか難しいよね。まずまあその、まあ、ゆうすけさんのチャンネルは伸ばしたいっていうのはあるけど、割と二の次三の次感はあるよね。まあそれはありますね。それは本人もそういう感じだから、うん、まあそう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 、まあそこをメインにしてもまあしょうがない感はあるよね。確かに最近あんま登録者見ないっすもん俺も。うん、なんかあこんな系言ってたんだ、まあ、んみたいな。うん、まあなんか俺らも YouTuber の編集者じゃないからさ、感覚的には、うん、そこはなんか違う気はするけど、まあだからこれからの動画どうなってほしい、なんだろうね。まあまず大前提としてさ、増やしたいっていうのはあるじゃん、まあ、その動画好き、まあトランスも掲げてるし、ゆうすけさんも言ってるし、え、難しいね。なんか俺さ、まあ、今まで割とそのどっちかっつったらなんつうの、視聴者側だったのとさ、なんつうの、もともとそのなんか動画クリエイターを増やしたいっていうかさ、その、まあ、ゆうすけさんが言ってるその壁をなくしてみんなが作れるようになるような世の中を作りたいみたいな感覚でさ、その意思を受け継いでトランスにさコミットし始めたわけじゃなかったじゃん。まあそうですね。なんか俺らって俺はなんか純粋に、なんだろう、編集が学べるとか、なんかゆうすけさんと仕事ができるってすげえなみたいな感覚だったの、応募した時は。そうだから、そっからまあ確かに成長はして、これからの動画に対してはこの議題めっちゃむずくね。まあむずいっすね。まあなんかどうなんだろうな、なんか増えていってほしいんですけど、なんだろうな、なんかもっと緩い感じで増えてほしいっていうイメージはあって、っていうのはなんか、ね、なんかゆうすけ、なんか最近あの昨日かな、あれはなんかサロンのお問い合わせに来た、あの見ました、アンディさんが貼ってたやつ、うん、会社のスラックに貼ってたやつ。ああ、はい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 。僕は iPhone だけでやってるんですけど入ってもいいんですか。なるほどね、なるほどね。それはまあなんかブランディングが成功してるのかどうかわかんない、ま、どっちかわかんないですけど、なんかそういう状況にもし、なんかここら辺その僕たちが関わってる界隈がもしなってるんだったとしたら、なんか自分的にはもうちょっとこう幅広めっていうか、まあそうだね、っていうか一番世の中には初心者が多いわけじゃないですか。うん、だからその初心者、まあ初心者があって、その下にマジ関係ない人みたいな、うん、いて、だからその初心者のこの枠をどれだけ広げられるかが、まあ、大事なんじゃないかなっていう感じはしてるんですよね。でもなんか、なるほどね、コアなファン層っていうか、なんて言うんだろう、まあ、難しいんですよね。その初心者を広げるって一番難しいんですけど、なんかサロンとかでもなんか仕事にしたいとかいう人多いじゃないですか。だし、なんか動画楽しい、作るの楽しいから動画作って動画やまれたら最高じゃねえみたいな考え方の人がめっちゃ多い気がするんですよね、うん、まあここら辺関わってる会話だったと思う。確かに。だけどなんかその動画、その仕事にしたいとかじゃなくて、
まあ単純に動画ちょっとたまに作るの楽しいよねぐらいの感じで増えてもらえるといいのかなっていう感じはするんですけど、まあそれってちょっとビジネス的に難しいですね。なんかマネタイズできないかなって感じはする。あー、まあ確かに。まあでもなんかそういう意味ではサロンだよね。その純粋に楽しみたい人っていうのは結構サロンにみんな入ってくるんじゃないかな。どうなんだろう。なんか俺がサロンに入った理由って何だったの？サロンに入った理由何？サロンに入った理由は何だろう。でも俺動画作ってたんですよ。普通に、うん、なんか友達となんか顔出ししない YouTube とかやってたんですよ。はいはい、ああ。高校からの仲いい友達と大学入ってなんか動画楽しくね、はいはい、なんかお金稼げたら最高じゃんみたいな、うん、そういう揺れのりでやってて、なんか日常顔出さないみたいな、なんか料理一緒に作るとか、はいはいはい、なんか旅行ったら適当になんか撮ってなんかしょぼい動画作ってあげてみたいなやって、うん、まあ、それでなんかちょっともうちょっとやりなんか深くやりたいかなみたいな感じだったかな。なんか最初はあんまり入る価値感じなくて、ただ1000円払う、なんか大学生だったから1000円払う、その1000円の価値がでかくて貧乏でしたなんかもうみんな帰ってきちゃったから一回移動します。はい、皆さんこんにちは。 OK、 まあここでやる。ああ、はい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 、ここからちょっと構図変わっちゃいます。なんかそれを言うと俺ももともと多分 YouTube やってたんだよね、普通の、はいはいはい、びっくりするぐらい日本によくあるチャンネルやってたよ。あのディズニーって企画とかやってたもん。いやマジですごくない？いや、例えば何だったんですか、ディズニーで。ディズニーであのソアリンっていうアトラクションが新しく出たのね、はい、あのディズニーシーの方に。でそのアトラクションのグランドオープン日に朝一から閉園まで永遠に並び続けるみたいな動画やってた。え、並んで乗って並んで乗ってって繰り返してことですか？そうそう。で何回乗れんのみたいな企画。そう。でもそれは めっちゃ再生された。多分ね今2万回近くいってんの。すごくない？それだけなんかディズニー系だけ爆伸びしてた。あとタワーオブテラー1日乗り続けてみたとかもやってたよ。そう、意外と、そう、意外とまあ面白いっちゃ面白いのはやってたんだ。でそこでなんか YouTube ハマって、でゆうすけさん見つけて、だからなんかそのチャンネル、俺がやってたチャンネルも途中でなんか B ロールとか入ったりしてたまに。そうちょっとブレ始めた高校生が。そう、めっちゃブレて終わった。なでなんかね、うーん、なんかそうまとめの話、まあなんかこれからの動画に関して思うことは、なんか最近やっとなんか動画を自分の作った動画に対しての価値を感じたことがあって、まあなんかだいぶ前に海外に行ってさ、あのバリのデイ1からデイ4かデイ5まで全部 Vlog 作ってたんだけど、その動画を、まあ、YouTube に上げてたのね。でまあなんか作って出した瞬間はさ、まあなんか割と行ったばっかりの状態だったのね。でまあなんか Vlog 出して、まあそれなりにいい動画作れたかなぐらいの感覚だったんだけど、いざなんかこうやってコロナで時間経ってやることなくなって、なんか自分の YouTube でなんか Vlog とかその作ったやつ見た時に、やっと初めてなんかその動画に対しての、あ、めっちゃいいじゃんみたいな思い出がめっちゃ鮮明に思い出せるし、まあその一緒に行った人も、まあなんかめっちゃいいわこの動画みたいな感じで言ってくれたから、そう、なんかね、だからもっと割とさ
このなんかお金にするために動画がやりたいんですけどみたいな人って結構多いじゃん最近。まあそうでもなんか動画楽しいからなんか動画やらなんか楽しいことで仕事したいみたいな人ですよね。まあそうだね、なんかうん動画クリエイター、そうだね、お仕事どうやったら撮れるようになりますかみたいな質問が結構あって思ったのが、まあ難しくない？どうなんだろうね、楽しいことやって。だからなんか俺は本当の動画の価値ってやっぱその思い出系にこそあるなってやっぱ思う感はあるね、うん、まあそれはありますね、うん、なんか仕事でやるとちょっとなんか仕事で作る動画とそのなんか思い出とかで作る動画ってもう本当に別物だから、うん、価値がなんか結構変わってきちゃう、方向価値の方向性が。そうだね、まあなんか結局だからその2つの動画を将来見比べた時にどっちの方が自分のなんか心に染みるかみたいな感じはあるよね、うん、そうですね。そうだからやっぱ純粋に楽しんでっていうかなんか純粋な思いで作った方が明らかにいいものにっていうかなんか本質的なものになりますよね。そうだね、作った人にとってはいいものになるよね。うん、だからまあなんか難しいよね。結局だって俺らはもう動画でお金を稼いでる側じゃん。どっちかって言ったら。まあそうですね。そうだから何とも言えんけど。でもなんか身の回りの人が動画始めたらめっちゃ嬉しい感はあるから。それはやっぱ嬉しいっすよね。うん、動画人口を増やしたい感はあるかもしれない。なんか友達とかがさ、自分の動画に影響されて俺も作ってみたいみたいな人が増えたら俺めっちゃ嬉しいなって感じ、うん、だからまず身近なところから増やしていきたい感あるな。そうですね、俺もそう。まあもちろん、うん、チームの理念として日本中、まあ世界言ったら世界も目指してやっていくっていうのもメインにありつつ、やっぱその自分の身の回りの人たちもなんか幸せにしたいみたいな感じはあるかもしれないね。はいはい。ああ。それは、うん。まあなんか。しまった。まあ結局身近、しまったと思います。はい。まあなんか身近なとこしか、リアル的には身近なとこしか見れないですからね。ああ、まあそうね。肌感で感じれるのはそうだよね。そうですね。だからまあ身近なとこ増やしていくと、まあなんか最終的に広がっていく説はありますよね、うん、ああ、まあそうだね、多分手元をちゃんとやるっていう、うん、まあ目の前のことだね。まあきっとゆうすけさんもさ、うん、会社がここまで大きくなってきてるのもさ、まず身の回りからだったじゃんきっと、うん、友達の安藤さんとかを誘って会社をやろうってとこから始まってるし、そのゆうすけさんの周りのクリエイターもゆうすけさんが影響で動画始めたっていう人多いじゃん、元高校一緒でみたいな。まあそうだね、だからまず会社のとしての理念もチームとしての目標も大事だし、まあそこにやっぱり自分の身の回りからなんか幸せにできたらいいなっていう感覚でやっていきたいよね、うん、って感じですかね。いい感じで締まりましたね。およっしゃ。てかで、まあ、今回はマッツンさんと、はい。まあ、トークしてきました。まあ、マッツンさんの YouTube は概要欄に貼っておきます。あんまり効果ないけど。一応。なんなら前のチャンネルも貼っといていいよ。前のチャンネルなんかあるんですか？あ、その、ディズニーオフィシャル。それをじゃあ教えてください。それも貼っときますよ、じゃあ。分かった。ってことで、まあ、なんかぜひ、僕と松さんのチャンネルも、なんか、チャンネル登録とかしてくれると、いいなって感じですね、SNS も。今、僕は77人くらいかな、確か。ああ、すごいです。俺、6っす。まあ、増えてくるし、多分。6も言ってくれるなんて、すごい、なんか、そうだよ。そうだよ。誰だ、見てくれる人がいるって。みたいな、そう、まだ3本くらいしてるのに。一人俺だな。俺多分前登録してたっけ。
ありがとうございます。まあ今後ともトランスとチームで頑張っていきましょう。次回アンディさんかな、期待してます。あ、やります、俺とアンディさんやりますか、じゃあ。うん、いいと思う。チームからやってって。そうですね、まあ身近なとこからですね。そうだね。それでこそいい感じ。まあ終わりにしますか。そんな感じで終わりましょう。ちょっと締めどこが、締めどこわかんない感じですけど、じゃあちょっと俺切ろう。